おはようございます。簡単マイコン教室、とっちゃん先生の土井です。このチャンネルでは、見る、測る、考えるをキーワードに、この小型のマイクロビットの説明をしています。対象は中学生、高専生、大学生ということで、ちょっと漢字が読めないといろんなサイトで大変なので、基本は中学生以上ということで動画を作っています。ただ、小学生であったり、小学校の先生、中学校の先生ですね、もぜひ見ていただいて、頑張ってもらえたらと思います。基本は理科好き集まれということでやっていきたいと思います。今は実習の1回目ということで、このマイクロビットの概要として、入出力、それからプロセッサーの話をして、センサーの話をしています。今日はそのセンサーの2回目になります。はい、では早速見ていきましょう。ちょっと画面を切り替えますね。私のホームページに、チャンネルのトップページになってますけども、ブラウザは Chrome という Google 社のブラウザを使ってます。ここで、microbit.org と入力してください。検索サイトでマイクロビットって探すと、教材のサイトがいっぱい出てきてですね、迷っちゃうので、もう直接マイクロビット .org と打ってください。すると、このマイクロビットの、すいません、Chrome のブラウザを使っているとですね、こうやって勝手に自動翻訳が始まります。で、この自動翻訳の機能を借りてですね、日本語で進めていっています。で、この最初のステップのところをずっと見てるんですが、これ、非常に小さい子供たち向けの説明なので、私たちのページでは、これのですね、詳細、機能の詳細、ここのページをですね、実習の1週目では説明しています。で、機能は LED、ボタン、無線と、ここまで行きました。で、今日はこの加速度というところから始めたいと思います。で、加速度っていうのは、動きを測定するセンサーで、モーションセンサー、モーションと動きですよね、モーションのセンサーと言われることもあります。で、これを使っていろんな装置に使われてるんですね、ここは歩数計って書いてますけど、日本語だったら万歩計って言いますかね、歩いた歩数を買うとするとか、ああいうものがあります。ちょっと動画を見ながらでね、説明をしていきたいと思います。加速度センサーで、モーションセンサーとも呼ばれますよということで、マイクロビットもですね、そのモーションセンサーが入ってて、スマホの中になんかにも入ってます。スマホなんかですね、こう見てるときとこう見てるとき、勝手にこう画面の向き変わってくれますよね。それからゲームの中にも入ってて、こう今ゲーム機を揺すってるみたいなやつも、このモーションセンサー、加速度センサーで書くんです。で、これを使うとですね、動きを見ることができて、ロケットの位置を測ったりとか、あるいはこう車がぶつかってですね、こう今これ、クッション開いてるんですけど、そう、エアバッグですかね、そういうものも使って、実はここ裏側のですね、この辺りについてるそうです。よく見ると本当にちっちゃな四角があります。で、これの中に加速度センサーがあって、マイクロビットは自分が今どういう向き見てるかとか、どういう刺激を受けてるかっていうのがわかります。上向いてる、横向いてるとかね。手を振ってるとか動かしてるとか、そういう機能を使ってですね、いろんなプログラムを組むことができます。で、足につけて万歩計を作ったりとか、もうアイデア次第でいろんなものが作れますよということです。で、こう、揺するとじゃんけんのグーチョキパーを出すような装置をつけて腕に巻いてじゃんけんしてみましょうみたいな。もう本当に考え方によっていろんな面白いプログラムが作れます。というふうになって本当にこの加速度センサーが入っているということで、もちろん振動を見るんですけど、地球にはですね、重力っていう加速度が一定にずっとかかってるんですね。このあたり中学生は理科の好きな先生ぐらい聞いたことあるかもしれませんが、ニュートンさんが見つけたと言われている万有引力ってやつですよね。地球上のものっていうのは地球の中心に向かって全部引っ張られてるんですね。実はそれも加速度というもので、それを測るセンサーが入っているので、このマイクロビットが今どっち側に引っ張られてるかっていうのがわかるんですね。だからこのマイクロビットはこうなってる時のプログラムを書いたり、こうなった時のプログラムを書いたりとか、こうなった時のプログラムを書いたりとかいうことができます。
で、もちろんこうシェイクしてるとか落としたりとかいうのもできるので、さっきのような万歩計みたいなものも作れますよということになる。で、次は磁石です。コンパスで、デジタルコンパスって言ってます。で、これは磁場を検出するセンサーで、今マイクロビットが地球から見て、ね、地球から見てっていうか北極とかですかね、地磁気って言われる北極に対してどっち向き向いてるかっていうのが見れます。で、これで地図とかスマートフォンの地図ですよねっていうのが見れてます。これも動画見ていきましょうか。とコンパスが入ってますよとセンサーで、これで磁場を計測することができます。ね、こういうコンパスみたいなやつで、どこにいても地球上ではこの北極ですね、ここに向かって磁場があるので、これを見てやるセンサーがスマートフォンであったりマイクロビットの中に入っています。これが入っていることで、今自分がどっちを向いてるかっていうのが分かります。向きを変えてもちゃんと北側を向いてる、北じゃなかった、ちょっと西側を向いてるというのが分かる。で、それがマイクロビットの中にも入ってて、マイクロビットも今どこ、ね、北極から見てどっち向いてるんだっていうのが、マイクロビット自身で測ることができるので、割と簡単にですね、コンパスみたいなものを作ることができる。で、実はマイクロビットは、こう、電源入れて初めてコンパス使うときだけ、キャリブレーションと言われるんですけど、初期設定が必要です。で、そのためにマイクロビットで擦らないといけないというふうにな説明が今されているところですね。で、磁場なんで、磁石自身を近づけると、それも検知できます。まあ、何もないところだったら、東西南北が見れるんですけど、今みたいに磁石を無理やり近づけてくると、磁石がある、なしみたいなのも見分けられるので、こういうドアを開けたり閉めたりみたいな、プログラムを作ったりすることもできますよという紹介があります。で、本当にこれは、これもですね、磁石を使って、まあ、このドアのチャイムになってますけど、こういう磁石が近づいたときにこういう動きするっていうプログラムを非常に簡単にですね、作ることができます。じゃあ今日の最後、3つ目です。光センサー。で、この光センサーはですね、実はここの LED を兼ねてるんですね。ここでですね、光を検出して、それに応じて、プログラムを作るというようなことができる。この LED っていうセンサーですね。ライトエミッティングデバイスってなってますかね、LED。これを使ったいろんな装置も作れますよというような動画です。で、まあ、入力デバイスですね。で、スマートフォンなんか暗くなったり明るくなったりすると画面の出方が変わったりとか、車でも火が照ってるけど、夜になると勝手に自動的にライトがついたりとか、街灯ですね。街の中にあるこんなやつも夜になると勝手に光るっていうのは、この、光センサーが内蔵されてるからですね。で、それがマイクロビットにも入ってますよ、ということで、マイクロビットも夜になった時にこうアクションするようなプログラムを組むことができます。で、まあ夜になったらこうつくとかね。これをまあ普段こうなってないのをマイクロビットをつなぐことで改造してですね、夜走る時にだけつくようなライトみたいなのをマイクロビットを使って作ってみたらどうでしょうかというような動画になります。はい。今日はマイクロビットのセンサーの3つを紹介しました。1つ目は加速度計ですね。まあ、万歩計だとか、それから、これ実際にですね、ちょっとしたワイヤレスでって書いてあるけど、これすごく高級、上級ってなってますけど、これなかなか面白そうですね。加速度っていうのは1方向だけじゃなくて、こういう方向と、こういう方向と、こういう方向。これをまあ、XYZ ってなってて、こっち側が X かな、こっちです。で、こっち側が Y ですね。で、この方向が Z。これを取れるんですよね。これ結構、大学でもこの装置って昔加速度計でこんなのしようと思ったら、うん十万使うんですけどね。これがもう2000円のこの小さなマイコの中に入ってて、
測ってコンピューターでデータ取り出せるところまでできて、なおかつそれが無線でできるんで、もう本当に5年前ぐらいだったらこういうのっていうのは何十万円か出して、こういう加速度センサー買ったんですけどね。まあ精度だとか応答性、測る速さですね、応答性なんかには、まあ限界があるのかもしれませんけど、気軽に測るっていうのは非常に簡単になってきました。はい。と今日はマイクロビットの中に入っているセンサー3つですね、加速度計、それからコンパス、それと光センサー、それの説明をしました。と本当にこのちっちゃな中にいっぱい入っててですね、3個ずつやってますけど、今日で6つ紹介しました。明日やっともう3つ話すと入っているセンサーを全部紹介できるということになります。今日もご清聴ありがとうございました。